当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。テトラサイクリン歯を白くしたいというご質問をいただいております。健康で綺麗に生えているテトラサイクリン歯には何がおすすめですか？それはですね、はい、歯の形成液にテトラサイクリン系の抗生物質を服用すると歯の造形質に着色したりエナメル形成不全を伴うこともあるんです。そうなんですね。現在では使用を控えていますが、はい、呼吸疾患や皮膚疾患などで限られた範囲で、はい、まあ、今使用されているんですね。まだ使われているんですね。そうです。何がテトラサイクリン歯の色素沈着に効き目がありますか？はい、それはですね、漂白はあまりテトラサイクリン歯の色素沈着には効果がないんです。ホワイトニングとかですね。そうなんです。反応がない、実は悪いんです。はい、漂白もホワイトニングにおいてもとても苦労するところですね。はい、そうなんですね。大口先生がおっしゃるのは色素沈着がブリーチングするには黒すぎて深すぎるという意味ですか？そういうことです。はい、テトラサイクリン歯の治療に、はい、陶器のベニヤが選ばれていますね。はい、しかしそれには専門の新皮歯科医が必要なんです。綺麗に見せる専門家ですね。そうです。なぜなんですか？それはですね、はい、この色素が非常に深いという点で、はい、他とは異なるということなんです。はい、そしてそれを覆うためには色や透明性、不透明性、はい、そういう知識がたくさんあって精通している必要があるんですね。そうなんですね。難しいんですか？難しいんです。はい、単純にその仕組みを歯科の学校では教えられてはいないんですね。難しいのにですか？その通りです。はい、私が考えるには、はい、大部分の歯科医はこのような困難な色素沈着の問題に手を焼いていると思うんですね。はい、どうすれば色素の問題を予防できるんですか？うん、それはですね、いい質問ですよ。はい、予防が最高の薬なんです。なるほどね。予防は治療に勝りますよ。はい、あなたが薬物作用を避けるためには、はい、飲んでいるお薬をどんなお薬であっても歯科医に話してくださいね。内科の処方の薬でもですか？そうです、その通りです。歯科医はあなたに薬が歯の病気の原因の可能性があることを伝えたり、あなたのお医者さんに提案を働きかけるべきだと私は思っていますね。はい、大口先生ありがとうございました。はい、どうぞ。そして看護とはあなたの健康の源です。まずは私の健康からですね。いつも大口チャンネルをご覧いただきありがとうございます。引き続きご視聴お申し込みをお願いいたします。登録ボタンを押すと便利ですよ。